出発しよう。次はロンドの橋だね。早く渡っちゃおうよ。初めての冒険、無事にたどり着けるといいですね。さあ、早く行きましょう。楽勝楽勝。あんな奴らなら何匹かかってきてもへっちゃらだよね。ありがとう。次も頑張るよ。ハンナさん、これからも頑張ってください。ねえねえ、少し寂しいかな、オルカディアを離れるのは。ほら、向こうに子馬がいますよ。かわいいですね。ありがとうございます。嬉しいです。うん、ソフィアはよく頑張ったよね。ロンドの橋に着いたよ。あるよ。あ、そうだわ。確かセイラさんのお兄さんがあんな感じだったような。
ならないから、似顔絵は僕嫌いなんだ。団長さんはお休みにならないんですか？私も眠れなくて。いえ、そういうわけでは。ねえ、君は眠んないの？僕も起きててあげるよ。いいじゃん。細かいこと言わない言わない。全然眠くならないから、ちょっと話をしようよ。ちょっと残念だな。僕は体力余ってピンピンしてるのに。もう意地悪なんだから。でも僕のことを心配して言ってくれてるんだから、君の言う通りに眠ることにするよ。羊を1000匹でも1兆匹でも、いや1高画者匹でも1ナユタ匹でも数えるからさ。明日も頑張ろうね。じゃ、おやすみ。前からお伺いしたかったことがあるんです。
王様って時給いくらぐらいなんですか？私、今までアルバイトをいろいろやってきたんです。生活のためですから、自慢できることではないんですけど。お花屋さん、お魚屋さん、パン屋さん。こう見えても、港の荷役や土木作業の力仕事もこなしているんです。オルカディアの仕事という仕事は、ほとんど制覇したんですよ。でも、王様だけはやったことがないんです。だから参考までにお聞きしたいんです。あ、ごめんなさい。この駅師団長もやったことがありませんでしたわ。うっかり忘れていました。騎士団長さんって、時給いくらぐらいなんですか？きっとお高いんでしょうね。羨ましいです。私がやらせていただけたお仕事の中で、一番時給をいただけたのは、深夜の街道での10日交換です。おかげで嫁が聞くようになりました。でも、あれは辛いお仕事でした。Thank you.
さあ、行きましょう。次はミッドモネーだね。地味な村みたいだね。やっと休めそうな場所にたどり着けそうですね。楽しみですね。さすがです。余裕でしたね。ありがとうございます。嬉しいです。うん、ソフィアはよく頑張ったよね。え、僕の体の調子へっちゃらさ。これぐらいの傷なんてことないよ。ハンナさん、頑張りましょう。手応えあったかな。ありがとう。次も頑張るよ。ハンナさん、これからも頑張ってください。ミッドモネーに着いたよ。